ねずっとまみちゃんです。今日は朝一のユニバで失敗しがちなことを紹介しますイメージでね。あとちなみにこの UTV ではこれからもユニバのいろんなお得な情報をお届けするのでね、チャンネル登録、評価、コメントお願いします。で、朝一のユニバの動きってめっちゃ大事なんですよ。それこそよくこのまみちゃん言ってるけどさ、朝一のユニバを制するものはその日のユニバを制すっていうぐらいね、すっごい大事なんですね。それこそ朝一のユニバですね、人気アトラクションもですね、めちゃくちゃ短い待ち時間で乗れるもう大チャンスの時間なんですよ。けどね、この時間帯ね、ちょっと回り方ミスっちゃったら、それこそさ、今のユニバの入場チケットって一番高くて1万円ぐらいしちゃうんですよね。ほんまもう1万円の無駄遣いって言っていいぐらいね、朝一の回り方ってめっちゃ大事なんですよ。けどもちろんですね、朝一で失敗しがちなこともね、あるんですよね。で、今回ね、それで、ね、紹介していきます。ぜひね、これからね、ユニバに行く方はこの動画ね、参考にしてください。じゃあ早速、やっていきま、サメ、いろいろミスったな、ちょっと。で、まずね、1個目紹介する失敗しがちなことはですね、ユニバのオープン時間に行かなかったです。で、これだけ聞いたら、いや、そりゃそうやろと思う方もいると思うけども、まあそうじゃなくて、まあユニバって基本的にはですね、公式オープン時間よりね、早くね、オープンするんですよ。で、それこそさ、ユニバの公式オープン時間が9時でもね、その1時間前のね、8時とかにね、オープンすることが多いんですよね。まあ、多いっていうか、基本的にね、早くね、オープンします。で、このね、公式オープン時間より早くね、オープンする時間帯のことはですね、このまみちゃんね、一般オープン時間って呼んでるんですけども、これからね、ユニバに来る方はですね、このね、一般オープン時間より早くね、来るのがね、いいんですよ。で、大体の目安なんですけども、まあ、土日祝日でしたらユニバの公式オープン時間の1時間前、めちゃくちゃ早かったら2時間前とかにオープンすることがあって、平日やったらユニバの公式オープン時間の45分前もしくは、ね、1時間前にオープンすることがあるんですよね。で、大体ね、ユニバのね、一般オープン時間の1時間前ぐらいに来たらね、結構ね、朝の入場待ち列前の方で待てるんですよ。で、今日ね、ユニバの公式オープン時間が8時で、おそらくですね、まあ、7時15分ぐらいね、オープンすると思ったね。で、まあ電車の関係とかね、まあ6時台とかでちょっとね、まあ厳しかったんだけどさ、今回ね、6時半に着いたけどさ、それでもね、もう結構ね、入場待ち列のね、前の方に来れました。まあ、だいたい前から7列目ぐらいかな。で、一般オープン時間に関したら、このね、豆調べでは、最速で7時15分にね、オープンするんですよ。だから、7時15分より早く来てたらですね、ユニバのオープン時間に間に合います。あとね、これね、結構ね、質問いただくんですけども、ユニバのね、チケットブースに関したら、一般オープン時間の1時間前、もしくは30分前ね、オープンするんですよ。だからチケットブースでチケット買いたい方はね、その時間帯もね、覚えててほしいですけども、もちろんチケットブースの待ち列でずーっと並ぶことがあるから、ユニバのチケットはウェブチケットストアで事前購入するのがね、圧倒的におすすめなんですよ。けどね、ウェブチケットストアでチケット購入する際にもね、注意点があって、チケットをね、引き取る方法がパーク引き換えか宅配かダイレクトインのね、このね、3パターンがね、あるんですよ。で、このうちパーク引き換えやったら、ウェブチケットストアで買ってもね、チケットブースに並ばないといけないんですよ。で、ユニバのね、チケットブースの街列って、チケット購入する人とか、年パス購入する人とか、あとね、チケット引き換えする人ね、全て同じ街列なんですよね。だから、ウェブチケットストアでパーク引き換えで選んだとしても、普通にね、チケットブースで買うのと同じ街列だから、時間って変わんないんですよ。あと、宅配はですね、家までチケットを送ってくれるサービスなんですけども、これね、プラス料金800円かかっちゃうんですよね。で、まあ、それもありっちゃありなんですけども、やっぱプラス料金かかるのが、やっぱちょっとネックなんですよ。けどね、ダイレクトインはですね、直接携帯とかにパークに入場できる QR コードが送られてくるんですよね。
でその QR コードを入場ゲートにかざしたらね、パークにね、もう入ることができるんですよ。だからユニバのチケットはウェブチケットストアで事前購入する、かつねダイレクトインでね購入するのがね圧倒的におすすめです。もうこれだけでもう他の人とかなり差がつくんで、ぜひね覚えてください。だけどね、ダイレクトインで購入する時の注意点があるんですけども、ユニバのねワンデースタジオパスとかエクスプレスパスはですね、ダイレクトインでね買うことができるんですけども、1.5D スタジオパスとか 2D スタジオパスはですね、ダイレクトインでね買うことができないんですよ。いや、そこら辺ねぜひね覚えてください。で、ついね朝日に失敗しがちなことはですね、入場待ち列の真ん中で並んじゃったです。で、これどういうことかって言ったら、ユニバの、ね、入場待ち列ってブロックごとに分かれてるけど、これねブロックの真ん中をね待ち列に行っちゃったら、待ち列がぐちゃぐちゃになって入場するまでにねかなりね時間がかかったりするんですよね。だから入場待ち列に並ぶなら、各ブロックのね端っこのね待ち列行った方がねスムーズにねパークに入ることができるんですよ。だからこれもねめっちゃ重要なんで、ね、覚えててください。で、今日もねまめちゃんは入場ゲートのね一番右側のね待ち列並んでます。まあここいるだけでなんか実家にいるような安心感あんねんけど、それは言い過ぎか。で、ユニバーではですね、入場する前に入場ゲートで手荷物検査があんねんけど、もう荷物はね開けといてください。これ後でちょっと理由言います。はい、じゃあなんとかね無事ねユニバーに入ったんですけども、次にね心配しがちなことはですね、手荷物をたくさん持ってきちゃったです。で、先ほども言ったんですけども、ユニバーって入場する際に手荷物検査があるんですよ。ということはですね、手荷物が大きいのが多いほどね検査に時間がかかっちゃって、入場するまでに時間がかかるんですよ。だから手荷物は少なくすればするほどねスムーズにねパークで入場することができます。で、俺さ昔見かけたのが、もうでっかいリュックにパンパンに詰めた状態で来た人がいて、まあ、その人はですね、まあ、文字通りねやっぱ入るのにもかなりね時間かかってたんですよ。で、それだけでもね、せっかくね朝一に来たのに時間ロスになっちゃうんで、そのこともね覚えてください。あと荷物が多かったらさ、パークで遊ぶ際もねやっぱ疲れちゃうんですよね。だそういう点でもね荷物ね少なくするのがねおすすめです。あとね、さっきね僕ね手荷物ケースの前にリュックをねもう開けてたんですけども、もうあれなんでかって言ったら、まあ、リュックね先に開けてた方がねスムーズにね手荷物検査ね終わらすことができるんですよね。だからもう手荷物は少なくするかつで、もう手荷物検査の前にですね、もうねもうカバーの中は開けとくっていう気持ちでね移動してください。そうしたらねマジで早くねパークに入ることができます。あと手荷物検査があるっていうことは、今のパーク内にね持ち込むことができないものもねいくつかあるんですよ。で、これでもし止められたら、まあ、最悪ロッカーとかに預けてもう一回並び直しとかもあるんですよね。だから持ち込めないものはですね、しっかりとね頭の中に入れてください。で、それがね、まあ、こんな感じです。で、それがですね、まずはね危険物武器場の製作物です。あとね、大きなカート、キャリーバッグもね持ち込むことができないです。あとね、自撮り棒1脚3脚もね持ち込むことができないです。これ結構ねこの入場ゲートで引っ掛けてると多いわ。けど一応ね、手のひらに収まるハンドサイズのもので使う際に頭の高さを超えなければね大丈夫です。あとね、全てのアルコール類だからね、お酒はね持ち込むことはできないですし、あとファストフード、お弁当類、基本的にね食べ物はね持ち込むことはできないです。けどね、まあ、ちっちゃいお子様が食べる用のねベビーフードとかおやつはね持ち込めます。あとね、缶とか瓶に入ったドリンクもね持ち込めないです。あとドリンクに関したら、蓋が閉まってないタイプのねドリンクはダメなんですよ。だからあのスタバみたいなドリンクはですね持ち込むことができないです。で、次に失敗しがちなことはですね、朝から動いてないアトラクションに行っちゃったです。
でもちろんですね、ユニバが一般オープンしたら動いてるアトラクションはあるんですけども、その逆でね、動いてないアトラクションがあるんですよ。で、まあ、基本的に朝一動いてるアトラクションですね、まずですね、マリオカート、クッパの挑戦状と、ヨッシーアドベンチャーと、ハリウッドドリームズライドと、バックドロップと、あとですね、XR ライド系のアトラクションと、あとはですね、ハリー・ポッター・フォービドン・ジャーニーと、ヒップグリフとかですね、基本的にね、朝一ね、動いてるアトラクションです。で、これもね、結構日によって、まあ、動いてない時があるので、まあ、ぜひね、そこら辺まで気をつけてほしいんですけども、まあ、それ以外のアトラクションですね、まあ、朝一動いてないことがめちゃくちゃ多いんですよ。それこそ僕のね、後ろにあるジョーズなんですけども、今来たけどさ、並ぶことはできるけど、まだね、アトラクション自体は動いてないんですよ。だからこういう風に、せっかくね朝一に来たのに朝一から動いてないアトラクションに来ちゃったらもったいないじゃないですか。だからそのこともね覚えてください。これほんまにね、初心者の方ってね、よくね引っかかるミスです。で、次にね心配しがちなことはですね、朝一にフードカートとかレストランに行っちゃったです。で、朝ごはん食べたいからといって、ユニバのね、すべてのレストランとかフードカートが空いてるわけじゃないんですよね。で、唯一ね、空いてるレストランがですね、今僕の後ろにある、こちらのね、ビバリーヒルズブランジェリなんですよ。で、ここやったらね、まあ、ユニバのね、一般オープンした時からね、もう営業してるから、ここやったらね、もう朝食ね、食べることができます。で、その他の店舗はですね、結構ね、日によるんですけども、まあ、大体は9時か10時ぐらいになったら開いてます。あと、フードカートもですね、大体そのぐらいの時間帯だったらね、開いてます。けどね、朝一番ですね、どこのね、レストランとかフードカートもね、開いてないことが多いんで、そこら辺もね、覚えてください。でも普通にここの店さ、もうザ朝食って感じがしておすすめなんですよ。だからここで食べるのもね、めっちゃありです。いやけどさ、俺さ、朝さ、結構さ、うどん食べる人間やから、ここのビバヒルにうどん置いてくれたらよりハッピーになる。100% ないけどな。で、今日ね、7時半にユニバがオープンして、今ね、7時46分なんですけども、もうね、エリア入場制限かかって、エリア入場整理券配布になってます。で、次はね、これに関するね、失敗しがちなことなんですけども、ユニバのオープン時にチケットブースより前に並んでたのに、スーパーニンテンドーワールドにフリー入場で行かなかったです。長すぎるやろ。で、まあ、豆ちゃんのね、今までの経験上、ユニバがね、一般オープンする時点でチケットブースより前に並んでたら、スーパーニンテンドーワールドにフリー入場って、エリア入場整理券で入れる可能性がね、めっちゃ高くなるんですよね。で、今日はですね、ユニバが一般オープンしてから大体15分後ぐらいにね、エリア入場制限かかってエリア入場整理券配布になったんですけども、めちゃくちゃ早い時はユニバが一般オープンしてからもう10分後にはですね、エリア入場制限かかって整理券配布になるんですよ。で、今日はですね、まあ、3連休のね、最初の日に来てるから、エリア入場制限になるスピードね、早かったんですけども、まあ、基本的にユニバが一般オープンして、まあ、20分後、30分後にはですね、もうね、エリア入場制限かかって整理券ね、配布になってるんですよ。で、エントランスからここのスーパーニンテンドーワールドまで、徒歩で大体ね、6分10秒ぐらいかかっちゃうんですよね。だからそれも踏まえたら、最短でオープンしたからユニバには4分以内で入らないといけないんですよ。で、4分以内で入れる場所がですね、大体ね、ユニバのチケットブースより前のね、待ち列なんですよね。で、果たして何時に来るべきかなんですけども、まあ、これもね、豆ちゃんの今までの経験上なんですけども、まあ、大体ね、まあ、6時台に来てたらチケットブースより前の待ち列にね、並べる可能性が高いですわ。一番いいのが、まあ、これかなり早いけど、6時台の前半とかやったらですね、今ほとんどの確率でチケットブースに前のね、待ち列にね、並ぶことができます。で、エントランスから任天堂ワールドに行くまでのルートはね、いくつかあるんですけども、その中で僕が思うね、最短ルートはですね、エントランスに入って
てまっすぐ進んで一番最初の角を右に曲がって、でそのまっすぐ進んで、でセントラルパークってところがあるんですけども、まあ、そこの中に入ってそのまっすぐ進んで左に曲がったルートがですね、僕的にはですね一番のね最短のルートかなと思います。でこのルートやったら豆調べやったら大体ね6分ぐらいでね到着するんですよ。だからこれから行く方はですねこのルートね覚えてください。でちょっと顔ね影だらけやけどで次にね失敗しがちなことはですね、張り取り先に行っちゃったです。でおそらくですねこれからね張り取りとバックドロップね乗る方もね多いと思うんですけども、基本的にバックドロップの方がね張り取り前向きコースターよりね運行数が少ないんですよ。だから同じ待ち列でもバックドロップの方がね待ち時間長くなる傾向があって、1日通してねバックドロップの方がね待ち時間がね長いんですよね。だからこれからですね張り取りバックドロップどっちも乗りたい方はですね、まあ、同じような待ち時間やったらバックドロップね先乗るのがね圧倒的におすすめです。で今ね、まあ、朝一オープンしたばっかやけどさ、今ねちょっとねあの動画やったら見にくいけど張り取り40分待ちバックドロップ45分待ちでほぼ同じような待ち時間なんですよ。でこういう時は先にね圧倒的にねバックドロップ行くのがいいんですよ。でこの後ねすぐね差が開くんですよ。で次はですね XR ライドに乗るのに100円玉を用意してなかったです。で今ね、まあ、鬼滅の刃 XR ライドが知れるんですけども、まあ、このね XR ライドね乗る前にはですね手荷物ロッカーにね荷物を預けないといけないんですよ。でその時ですね100円玉がね必要なんですよね。で100円玉に関してはですね、まあ、荷物取り出す際にね100円玉返ってくるタイプの、まあ、100円玉返却式ねロッカーなんですけども、この100円玉ね用意してなかったら結構ね時間ロスになったりするんですよね。だからこれからね XR ライドに乗る方はですねもうねパークオープンした時点でねもう100円玉はもう手の中に握りしめてください。もうそれこそねもう僕のね温かい心ぐらいね握りしめてください。わけわからんすぎんなこれ。はい、じゃあ今日はですね朝一のユニバの失敗しがちなことをね紹介してみました。でね、これからねユニバに行く予定の方はこのことをね参考にして思いっきりね楽しんでください。以上、朝の早起きがすごい得意のまみちゃんでした。これほんまやな。はい、じゃあこれからもいろんな、ね、楽しい動画をお届けするのでね、チャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンお願いします。じゃあバーイ。